ナオミさん、栄養素をあげると票が増えるんです。あげてもいいですか？世襲ボケから栄養素なんて嬉しくないっす。世襲だけの生き方を捨てなさいと注意しますっす。安倍よ、自然に生きてみなさい。本当にダメだよ、安倍に全身で注意しますっす。国会では嘘つきと呼ばれているってね。ダメだよ。ふぎゃー、栄養素詐欺、見破られたー。